東京都交通局3000系電車は1923年に登場した東京都交通局の路面電車車両である。本校では1923年から製造された木造3000系及び1949年から1953年にかけて製造された厚生3000系。厚生3000系譲り受け車である長崎電気軌道800型についても記述する。 1923年から1924年にかけて日本車用、田中車用、藤永伝造船所、汽車会社にて610両が製造された。木造の低小ボギー車だが、車体の堅牢化のために柱と屋根組みには鉄骨が採用されている。屋根は二重屋根となっているが、丸屋根との接中的なデザインで、最高用の小窓などは設置されていない。 本社の特徴としては、デッキを排して乗降口を客室と一体化した近代的な構造となったことが挙げられる。これは、モーターの小型化に伴い、車輪をそれまでの直径790ミリから660ミリと音小径化したことで、客室床面をステップ1段で乗降できる程度に下げることができたためである。このため本社同様の設計を用いた車両は、低照射、 従来形の車両は高床車と呼ばれ区別されるようになった。周色基調の塗色の高床車に対して3000型は車体塗装に緑色を使用していたため、青電の通称もあった。台車は D10 型、主電動機は3 7 2キロワットもしくは3 8ットのものを2個搭載し、東洋電気製造、三菱電機、芝浦製作所と国産品が、 全面的に採用された。また1653型に続き空気ブレーキを標準採用した。終電装置はトロリーポールで製造当初は架空複線式のため、終電用と帰線用の2本ずつ前後に2組設置されていた。当初100両が発注され1923年4月より順次入籍したが、このうち13両は同年9月1日に発生した。 関東大震災により消失した。震災直後の12月より、車両不足に対処するため日本の路面電車車両としては、異例の大量生産が行われ、翌1924年7月までに5百0両が製造されたが、このグループでは新たに戸袋窓が設けられている。震災前は三田及び青山車好みに配備されていたが、震災後は、 ほとんどの車庫に配備され復興待っただ中の東京市内のほぼ全線区で使用された。この内青山車庫に所属していた3134号は1929年3月に陸軍のトラックとの接触事故で大破し、翌1930年に反構生車として復旧した遺端車である。乗せ替えられた犯構成車体は、 同年に増備された5000型に準じた車体幅 2440mm の絞りのない幅広車体で復旧後は新宿車庫に配備されて5000型と同様に11.12系統で使用された。震災後から昭和初期にかけての東京市電を代表する車両となったが事故や火災により1944年末までに42両。 太平洋戦争による戦災で372両を焼失した。このうち1943年3月に発生した、早稲田車庫の火災で焼損した14両は復旧の、際に2000型に改造されている。また戦災焼失者の台車、大枠等は戦後製造された6000系等に流用された。1948年5月の海板で、 自己敗者となった1両を除く196両が3001から3196に改版された。しかし翌年には抗体化改造が始まり、最終的に1952年までに反抗性復旧者含む全社が抗体化もしくは2000型に改造された。末期の3000型は構性3000系の続き番号となるように改版が重ねられたため、元の車番は不詳である。 なお、2000型に改造された車両のうち2両の車体のみが、秋田市電に譲渡されている。1949年から1953年にかけて、局工場や日本車両、記者会社等の民間6社で242両が改造、製造された。車体は6000型に類似しているが、製造年度や製造所により多少の差異が見られる。 1949年度の製造分は主に木造3000型を交代化したもので、その他1400型や王子電気軌道からの引き継ぎ車100系、120系、150系、170型を種車としたものも存在する。同年6月に1号車となる3001が大塚車庫に配備され、年度内に213両が誕生している。 その後も1950年から1953年まで完全な心臓や150系、木造の旧4000系、4100系、4200型を種車とした29両が誕生し、本形式は290両が在籍した6000型に、次いで多い242両の王女隊となった。これらのグループは都合3度にわたり増備され、1952年度の 製造車からは、側面窓が9枚となり、車体幅も、構成2000型と同様の 2154mm に、狭められドアエンジンが装備された。最終造備車となった1953年度の製造車は、局工場のほか、民間3社で製造されたが、各社局ごとに、側面窓枚数や、窓構造、スカートの有無、行き先表示器の寸法を、 台車形式等に差異が生じている。前述の通り6000型に次ぐ大状態で4000系、6000型とともに都電の顔として活躍したが、路線縮小が始まった1967年より順次廃車が進行し、1972年11月15日付で全車が廃車となり形式消滅した。廃車となった八百系の部品を再利用した長崎市内のレストラン。 1972年11月に廃車となった3000系のうち五両が長崎電気軌道に譲渡され、同社の800型となった。購入価格は1両あたり238万円。同社では1968年頃より、長崎市北部の終着駅赤は間から北に 1.6km の道の地区、もしくは北西に 3.2km の河石地区までの 路線延伸を検討中で、仮に活石延伸が実現した場合、5両から14両程度車両を調達する必要があり、本形式の導入に至った。譲り受けした5両のうち3両は3000系の最終増備車で側窓は9枚、大型の行き先表示器や蛍光灯の車内灯を備えた車両であった。廃車翌月の1972年12月6日から8日かけて、 浦上車庫に搬入された。800型と同様に都電から譲り受けした700型は搬入前に九州車両にてワンマン化改造と台車の改造を施されての搬入であったのに対し本形式はワンマン化改造は施されず台車も西鉄より購入した中古台車に振り替えた上での搬入となった。長崎到着後当時同社工場にて 在籍車両のワンマン化改造が進行中であったことや前述の延伸計画が滑石付近の道路復近の問題で進展しなかったことから本形式の改造は半ば放置された。譲り受けから3年後の1975年11月に3145が川窓上部の固定化を施され8 0 0系8 0 1として竣工。 試運転の際は、都電時代のまま走行した。翌1976年4月には3215も、同様の改造を施され802として進行した。これら2両は塗装こそ、同社の標準塗装に塗り替えられたものの、通満車として進行している。未入籍の3両も、同社の標準塗装へ塗り替えられ、車体にも802から投資の番号が記入され改造。 入籍待ちとなっていたが、八百二が春行した九百七十六年に、仙台市電よりワンマン運転対応の百系の譲り受けが決まった、ことから三両の改造は事実上中止となり、車体は、浦上車庫の片隅で倉庫として留置された。入籍した二両も、同社の自社発注車と比較してやや大型であることから、運用は、ラッシュ時に限られ、同社のワンマン化推進もあり、 稼働率は低かった。1981年には、終電装置が Z パンタグラフに乾燥され、800にのみ、側窓がアルミサッシとなった。1982年7月23日に発生した長崎大水害では、未入籍者も含め全社が、浦上車庫に留置中に被災、走行不能となった。被災前より老朽化が進んでいたことや、 水害直後の8月に冷房付きの1200型が入船したことから復旧は見送られ、801.80 80にともに、同年9月6日付で廃車となり12月に解体。未入籍の3両も11月に解体された。解体後、一部の部品が長崎市内のレストラン、キッチン、政治に保存されていたが、同店は2017年12月に閉店した。 長崎電気軌動800系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。